よし、ダブルゲット。どっちか変異だったりしないかな。はい、青筋ちゃん。あ、エサギじゃないこれ。あ、一匹変異が入ってる。こっちは、あ、え、これもでしょ。おいおい、ダブル変異なんだけど、これ多分。こんにちは、スペイ君です。今日はですね、こちら原っぱの方ですね。この原っぱの方、前ね草刈りされて白爪草がね全部剥げたんですけども、今白爪草が咲いております。こちらの方で今日はですね、青筋葉、こちらをね乱獲していこうと思います。それではやっていこう。ということで今日はね、こちらの方で青筋葉を乱獲していくんですけども、青筋葉っていう蝶々はですね、これね白爪草、まあ、三つ葉のクローバーとかね、まあ、クローバーとか言われるその葉っぱですね、それのこの花、これにですね、青筋葉ってめちゃくちゃ寄るんですよ。でこんだけね、白爪草がブワーっと一面咲いてると思うんですけど、こんだけ咲いておりましたら、もうあそこ奥まで全部白爪草咲いてるからね、こんだけ咲いてればね、青筋葉多分いっぱい取れると思います。今日はこちらの方で青筋葉をたくさん捕まえて、青筋葉の変異個体、こちらをね探していこうと思います。青筋葉はねめちゃくちゃ変異が多いので、その辺をね探していこうと思います。早速1匹目いますね。まあ、見た感じ変異じゃなさそうですけども、捕まえてみないとねわからないところも多いので、一応捕まえてみましょうかね。あ、目の前来たわ。よいしょ、 OK。 はい、捕まえました。青筋葉、これ1匹目ですね。この子は多分ノーマルじゃないかな。いろいろね、青筋葉ってね、ほんと変異が多くて面白い蝶々でして、このね、門がねいっぱいついてると思うんですけど、この青い門が増えたり減ったり、あとこの青い門が完全に全部消失して真っ黒になる効果型だったり、いろいろんですよね。でこの赤い門があると思うんですけど、この赤い門がね黄色くなったりねするね、いろんな変異があるんですよ。青筋葉また飛んできた、ほらそこ、ほら青筋葉マジいっぱい、ほら奥にもいるわ、いっぱい来るんですよ、この白爪草に。今日はねこいつらたくさん捕まえてくよ。で今日ね、今日何匹捕まえたか分かるようにしたいので、こんな感じで、ね、三角紙の方に生きたままね入れてます。大丈夫です、これね弱ったりしないし、こうやってね、あの圧迫されてるというか、あの押さえつけてるような状態になってるので、軽くねふわっと押さえてるような状態になってるので、青筋葉がね無理に運動しなくて弱る心配もありません。虫かごとかに入れる方がね弱りますからね、羽が擦れたりして。こんな感じで何匹捕まえたかも数えていこうと思います。青筋2匹目かな、これは。よいしょ、 OK。 変異か、2個体目。この子はオスですね。ここにすごく綺麗な白い毛が出てます。でこの子もノーマルですね。特に変な模様はついたりしてません、ノーマル。よいしょ、あ、やばい、あぶねー、よっこいしょ。この子も普通かな、羽がボロッボロだね。結構もう長いこと生きてる個体だろうね。この子も普通ですね、ノーマルの青筋葉。お、おった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 いやマジでこの草原青筋葉いっぱいいんな。変異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 、ふい。この子かなり惜しいですね。上の門が消失しそうになってますね。これ増えてんのかな、門の数が。確かに9個とかだと思うんですけど、増えてればいいんですけど、1,2,3,4,5,6,7,8,9、 あー、じゃあこの子消失しそうになってるところがね、ギリギリまだ1個あるって感じでギリ変異じゃないですね。惜しかったな、消えたりしてればね変異だったんですけど、惜しかったな。ここにいるやつから取ろうかね。よいしょ、よいしょ、よし、ダブルゲット。どっちか変異だったりしないかな。はい、青筋ちゃん。あ、エサギじゃないこれ。あ、一匹変異が入ってる。こっちは、あ、え、これもでしょ。おいおい、ダブル変異なんだけど、これ多分。この子たち締めます、持って帰るんで。え、ちょっと待って、ダブル変異とかある、やばくね、バリ奇跡。え、あ、違うかな、こっちの子は。待ってよ、変異じゃなさそうな子から出そうか。いや、この子やっぱ羽おかしいよな。
あ、ほら、ちょっとね、何型かちょっと忘れたんだけど、この子ね、上の門が2つに分かれてますよね。これもね、変異個体ですね。よっと。で、この辺で、この子ね、こっち側はこうやって分かれてるんだけど、こっち側はね、逆側普通なんですよね、ほら。これをまた面白いですね。閉めます。右側は青い門が上のとこ2つあって、こっち側1個しかないです。門が増えてる。 1,2,3,4,5,6,7,8,9。 やっぱそうだね、9個目の門が2つに分かれてるんで、この子変異ですね。よっと。でね、ほら、この子ね、餌木型って言って、ここ門が増えてるの分かります？よっと。エサギ型のアオスジャギハです。これエサギ型、これも ね、レアな、ちょっとなんかあそこ交尾してんな、うん、やつですね。やっと、ダブルで入ってよ。ダブルダブル、やばくね？ダブルゲットよ。激レアダブルゲット、これはやばい。君はどうだ。よいしょ。この子ノーマルですね。ほら、さっきみたいに門がないでしょ。で、上の門も2つに分かれたりもしてません。ノーマルですね。え、やばくない？またダブルゲットいっちゃう。よしよしよし。よっしゃ。どっちもノーマルでしたね。さっきみたいな奇跡は起こらんか、さすがに。でもね、これね、下羽の方もね、ちゃんと注目して見ておかんとね、下羽にね、そのなんか珍しい門が入ったりするやつもいるんで、下羽の方もちゃんと見ておきましょう。もう一匹の方もね、特に変異じゃないかなと思われます。なんか赤の門がすごい強い気もするけど。おる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 。あお筋の、あお筋、よっしゃ。お前はどうだ、エサキそれともノーマル。皆さん多分これね、門消失型だと思います。一番上の、あーでもあるかな、擦れてるだけかな。門ね、9個あるんですけど、この子ね、1,2,3,4,5,6,7,8 個しかないんですよね。ただね、一番上これね、なんかあるような気もするな。分からんから、この子はまあそのままリリースでいいかな。こっちがね、あればね、この左右をね、見たりしてね、確認できたんだけど、こっちね、羽先ね、擦れてんだよね、なくなってるんだよ完全に。わかんないから、なんとも言えないから、まあこの子はリリースしようかね、後でね。持って帰らないで、この子はリリースしよう。もしかしたら門消失型だったかもしれないけど、まあ、この子はしゃあない、わからんからね。青筋の数が減った。まあ多分俺が取ったからだろうけどね。ちょい、やっぱりこの子は門が9個あるから普通だね。やっぱ9個あるのが普通だろうね。この子もノーマルだね。やっぱさっきの8個の子はやっぱり門消失型だったのかな。可能性はあるね。何匹目だろうか。この子もノーマルだね。いやー、ノーマルばっかりだねー。シロツメクサのね、原っぱの方からアオスジャギハが完全にいなくなってしまいました。多分俺がね、全部捕まえて全部いなくなったんでね、今日はこんな感じで終わろうかな。最後じゃあアオスジャギハ全部逃がしましょうかね。ということでね、今日捕まえたアオスジャギハは全部ね、こんな感じになります。結構捕まえたね。で、こっちの3つがね、門消失型と、門が増えてるやつと、あと餌木型ですね。ちょっと名前はね、ちょっと載せとくんだけど、こんな感じで取れました。こちらのね、やつらはね、特になんでもない普通の、普通のアゲハチョウですね。だから、だいたいトータルで1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12匹取って3匹いるんで、まあ、4分の1ぐらいの確率でね、アオスジャギハは変異個体が生まれる可能性があるというね、結果になりました。多分ね、たまたまだよ。こんなにね、いないと思う、本来は。たまたま、今回12匹のうち3匹が、まあ、ちょっと門が消失していたりとか、門が増えたりとかしてたんですけど、多分、たまたまこういう結果になっただけで、皆さんがね、やったら違う結果になるとは思うんですけども、まあ、もしかしたらね、皆さんも4匹ぐらいアオスジャギハ捕まえればね、1匹ぐらいは変異個体が捕まえるかもしれませんので、ね、捕まえてみてください。そしたら、こいつら最後に逃がしましょうかね。門消失してるやつなんですけども、そいつどれだったかな？あ、これか。この子はね、一応持って帰って産卵させてみようかなと思ってます。はい。で、ちょ、この中からね、オスをね、ちょっと2匹ぐらい持って帰って、今1匹ね、家にメスがいるんですけど、そのメスと交配させる用の1匹と、あとこの子と交配させる用の、まあ、もしかしたら交尾してない可能性があるので、そいつらを交尾させる用で持って帰って、産卵ね、させてみようかなと思います。ということでね、今日捕まえたアオスジャギハ全部ここに入れました。逃がしましょうかね。
うわーすごい、逃げろ、行け、バイバーイ。お、早く行かんかい、何休んでんねん。ほら、ほら行け、ほら行け、ほら行け、行け行け行け、なんやこいつら、もうひっくり返すか、網よっこいしょ、よし、バイバイ、よいしょよいしょ、はい、バイバイ、バイバイは、バイバイバイ。僕はこんな感じで、ね、昆虫採集、生き物採集メインでいろいろ動画上げてます。よかったら、ね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画を見てください。バイバイ。